いベイスターズの中では一番当たっているこの鈴木ですが、落合張り切って、長嶋監督、左に滝上バッティングコーチ、右は高田コーチ。現在6連敗中のベイスターズ、その6連敗中この4番のブラックスはなんと26打席がしっかりしているかいないかは大きいですね。大きいですね。あの鈴木とかね、佐伯という左バッターが頑張ってるだけに、このブラックスとかローズが今回の日本のプロ野球のマウンドとバッターボックスでははるかにバルビノガルデスが格上といった感じです。そして駒田、あと1ヶ月で34歳になります。例年夏場には強い、いざ本番バッターボックスに入りますと野手の正面をついてしまいます。駒田の打球、シンカーあり、チェンジアップありということなんですけども、自分ではシンカーが一番いいと言ってますね、彼は。でしょうね。あ、そうですか。やっぱり江戸さんなんてもそうですか。僕もシンカーって言いますか、ちょっとしもこのチェンジアップのコントロールもいいんですよね。今のボールは握り方からしますとチェンジアップ、握り方かもしれません。オールスター以降わずかに2安打、23打数の2安打、16人というアベレージだったんですが、今香川アナウンサーがお伝えしましたように、なるほど、するものがありまして、今日の佐伯は2安打です。8月はこの佐伯が不審、春が不審、進藤を不審ということもありまして、そう、両外国人も不審、駒田も不審で、ホームランはわずか2本、佐伯とローズ2本だけ、チームアベレージは1割9分8厘は低すぎます。谷繁打ってサードゴロ。8回の裏ベイスターズ、久々にスコアリングポジションにランナーを送りまして、先ほどナイスプレーをしましたサードの川端。この川端ちょっとこの人の弱いところ、ベイスターズ戦は2勝負けなしの好調ガルベス、現在5連勝中。練習の女ってのはあんまり気にしないけども、まあそうは言ってもできれば最低でも10連勝ぐらいはしたいねとあっさりと言っておりました、このバルビノガルベス。で、5点の差になるとちょっとその緩めるかなという気がしたんですが、全然それないですね。そうですね。で、ゲームが伸びております。このまま野球放送を延長してご覧いただきます。それとこのやはりどうしても入ってくるインサイドのボール、なかなかこれを打ち崩すのは難しいですから、ランナーが溜まってもゲッツーってことがありますよね。アップの画面では分かりにくいと思いますが、ロングの画面になりますと雨が再び降り出したことがご覧いただけると思います。ご覧の雨です。これもまたそれをしなければ有藤さんいけませんね。僕はね、不定止覚悟でね、それをチームのために、ガルベスを潰すために、ジャイアントを潰すためにというような、そういう案があってもいいんじゃないかなという気がするんですね。で、それは有藤さんが監督時代の西武ライオンズの森さんはもうきっちりとそういうことはやってきましたよね。ガルベスにやはり横浜のバッターは何をしてくるかわからないという考えさせるだけでも、いい球を投げ出さないというところになっているんじゃないかなと思うんですよね。選手などはとにかくガルベスはテンポで投げてくるし、気持ちで投げてくるので、気持ちが切れるのを待たなきゃいけないと。で、そのためにはこっちが待ってるだけじゃなくて仕掛けなきゃいけないと。だから僕なんかが足でかき回すのが仕事なんですとはいたんですが、まあ、それが実行に移らない何かの事情があるようですね。何かの事情が、はい、次が100球目というマウンド上のガルベスです。マルトさん、とにかく再三お伝えしておりますように、現在6連敗中ですね。棚、からボタモチが落ちてくるのを待つんじゃなくて、その壁を蹴飛ばしてボタモチであるとかね、ヤクルトは絶対落としてくれないですよ、これは。
かそっちあの自らそれを掴みに行くような形を取るためにはやはりいろんな案というか策を考えなきゃいけないでしょうね。はい、4月はまだ1本もヒットを打つことができませんから、この宮里なんかもそういう揺さぶりをぜひともかけてもらいたいものです。三遊間ランナーサードを回ったところで点差が開いております。そうです、ストップ。うわ、気をつけてましたからね。そうでした、柴田コーチが球種を教えてるってんで本当にクレームつけてましたもんね。8回の裏、ベイスターズのチャンスは2アウトランナー1塁3塁、得点は5対0。1回に落合のスリーラン、6回には清水のツーラン、ジャイアンツの5点はいずれもホームランです。ガルベスがこれまでベイスターズ打線を5安打0点に抑えておりますが、一種も二種も報いたい現在6連敗中の横浜ベイスターズ。去年はセントラルリーグ、パシフィックリーグを通じて得点圏打率はナンバーワンでした、この石井拓郎。ご覧ください、打撃のガルベスの表情がちょっとカッカーし始めましたよ。今をちょっと強くしたって感じですよね。本人が言うとこの進化ってのはこの球でしょうかね、なるほど。ああいったボールでストライクが取れるというのはやっぱり大きいですよね。大きい、で次の例えばストレートを放るとそのストレートはまた威力を増しますからね。ストレート、なるほど、威力を増します。ほとんどど真ん中だったんですがバッタータイミングが狂いましてライト